ソッカー部グランド慶応義塾体育会ソッカー部は、神奈川県横浜市港北区にある慶応義塾大学のサッカー部である。当時の日本各地のサッカー先進地から、広島市中の深山静雄、神戸市中の阪田四平ヨンピョン及び地の正人、明林中学の下出刺激、東京講師附属中の斉藤久斗らが慶応義塾大学に進学し、 1919年か1920年頃から学内でボールを蹴り始めクラブを組織したのが始まり。1921年、彼らと同行の死を集合して、慶応ブルーサッカーを創立。後に、慶応アソシエーションフットボールクラブと改称した。しかし、ラグビー部がすでに集休部と名乗っており、またアソシエーションフットボールという名称もラグビー部から、 紛らわしいと横槍が入ったこともあって、当時はあまり知られていないソッカーを使うことで、1927年大学公認の体育会の部となり、慶応義塾体育会ソッカー部に名称変更された。この年が正式なクラブ創立年となる。なお、サッカーではなくソッカーなのは、発音は、ソッカーに近いという初代首相、浜田幸一の説によるもの。 1925年に創設された、足シ,シュ季友東京コレッジリーグに、東京帝大、早稲田、高等師範、法政大、東京農大と共に参加した。1932年に、関東大学リーグで、初優勝した。1937年の全日本選手権大会で、初優勝を果たした。1936年、ベルリンオリンピックサッカー競技の日本代表に、 在学中のウコン・トクタが選出され、スウェーデン代表戦で得点を決めた。1950年10月1日に、神宮外苑競技場で第1回総計サッカー定期戦が開催された。なお、この試合はサッカーにおける日本国内初のナイトゲームであった。1961年、全日本大学サッカー選手権大会で初優勝を果たした。 2008年の関東大学リーグ2部で優勝。2009年から1部に昇格したが、2017年のリーグ戦で再開に終わり10年ぶりに2部に降格した。2018年より元日本代表の戸田和幸がコーチに就任した。ありがとうございます。